ハイディボーイ、または、柳島秀は、ゲームを中心とした CG デザイナー。本名は、柳島秀行。グラフィッカーではあるが、以前は、企画から、制作式までを行っていた PC ゲーム畑の、人間であった。1987年に、ゲームソフト制作会社マイクロキャビン入社、PC ゲーム、サークを企画し、制作をする。 サークの企画時にはデザイナーでありながら、自らアーセンブラでマップエディターを作成したり、インハウスツールのアドベンチャーゲームツールによるビジュアルシーンも作成してプレゼンをした逸話を持つ。また、プログラムと音楽以外のほとんどを手掛けていたらしく、制作時には会社に住んでいたという逸話もある。サークの制作後は、フレイの大冒険を企画するが、社名により断念し、 サーク2を制作することになる。その後に外伝となるガゼルの塔ではビジュアルシーンのみを担当。その後に当時としては珍しい 3D タイプのアクションゲームエルムナイトを制作する。ここでも2時間30分を超えるビジュアルシーンを作成した。3 d c g は1992年シェードというソフトウェアから入り、ソードソーサリーのムービーパートから ソフティミッチ 3D 使用し始める。以降、コンペキの艦隊、ソードソーサリー、リグロードサーガ等で 3DCG のムービーパートを中心に制作に参加するが、3DCG 制作に専念するために退職フリーとなる。現在ではソフトマッチ XC をメインツールとして使用している。当初よりバーチャルアクトレスの制作を目標に掲げ、 人体モデルを研究を行っていた。2001年には三重県から東京都へ移住しゲームソフト制作会社カプコ入社。9年間にわたり勤務者等のある字にコンシューマ関連のゲームキャラクターデザインとモデル制作を担当。モンスターハンターフロンティアではパッケージ画像の制作も行っていた。フリーランスとして活動するため2010年退職。フリーランスとして 大手ゲーム関連のパブ用画像の制作やパチンコ向けのモデル制作、映像を制作を行う。映像関連では、荒牧真二氏が監督するスターシップトゥルーパーズ・インベージョンでキャラクターモデラーとして参加している。2014年ソフティミッチの制作終了に伴い、マヤにメインツールを移行する。移行を機にゲームソフト制作会社スクエア、エニックスのビジュアルワークスに入社。 無論、入社する際の理由は、マヤ修行であったという、主に映像とバブ関連のデザインとモデル制作を担当していた、2018年退職、現在フリーランスで活動中、ありがとうございます。